本日行われました出雲駅伝2時間10分24秒で再位入賞を果たしました青山学院大学の結果を振り返りたいと思います1区は8キロ4年生の鶴川選手が23分40秒見事区間賞を獲得しましたずっとはし走れずにいた過去3年間その思いを晴らすように事前に鶴川選手の紹介動画でラストイヤーにかける思いは一一倍強いと話した通り素晴らしい走りをしてくれました 最高の形で走り切れた。いうことなかったと思います。しかも、イックの役割は、百点満点だったと思います。イックの役割に徹した。スローな展開となった。イックですけど、自分はもう絶対に前に出ないぞと。とにかく勝ち切るぞ、というところが見ることができました。もちろん、鶴川選手で貯金をたくさん作れれば。それは一番理想的な形かもしれないですけど、ただ、やっぱり、自分の得意の形に持っていくことが大切ですよね。イックは、まずはゲームを壊さない。 そして流れを作るでラ,イライバル校とのタイム差位置関係というのが大切なんですけどその得意な形を作ってしかも区間賞ライバル校をじわじわと引き離すことができた鶴川選手しかも悲願の初区間賞ということで素晴らしかったと思います。まあ、本当にずっと走れず過去3年間悔しかったと思いますから、まあ、そういう意味で鶴川選手がやってくれたと思いますし得意のラストスパート、まあ、あれは炸裂したなと。 もう九州学院高校の宮古路の1区を見てるかのような力強いスパートで見事三大駅伝初区間賞を獲得しました2区は5 8キロ4年生の野村選手が16分32秒の区間5位となりましたまあちょっと力んだなとは思いますライバルの国学院が、まあ、秒差でたすきリレーとなりましたから後ろに追いつかれたくないという力みにつながった感じはしましたね前半とと気持ちよく走ってたと思うんですけど 結構早かったと思うんですよ。でまあ特にね2区というのは鶴川選手と黒田選手に挟まれた区間ですから、まあ、2人が連続区間賞の可能性もあるわけですよ。そう考えた時に野村選手はやっぱり行こう行こうっていう気持ちが強く前に出過ぎた感じはあったのかなと思います、まあ、気持ちはね分からなくはないと思うですけどももういけいけ押せ押せの青学の流れだったと思いますし やっぱり多くの方はあのまま青学が優勝してしまうんじゃないかというふうに思った方も非常に多かったそんな展開だったと思うんですよねただやっぱり中間層がとにかく苦しそうな野村選手やっぱり力んでしまったあとはハイペースでガツンといってしまった分やっぱりダメージ後半来てしまったなと思います5 8キロ最短区間とはいえ5 0 0 0ルよりも長いんですよねなのでやっぱり前半2分40秒台で入っちゃうと じゃあそのままトラックの 5000m 仮に走れるのって言ったときに絶対に走れないと思うんですよだからやっぱり中間層で思いっきり心拍数も上がっちゃって苦しくなってしまってフォームも乱れて一歩一歩の設置もまあ雑になるというか体の重心の真下で設置していけば一番反発もらえますよねっていうところができなくなっていくっていうところで野村選手も苦しいんだと思います、まあ、区間5位だったと思うんですけど ただ、区間順位よりも後ろから順位も、ね、あの落としてしまったとっいうのもありますけどやっぱり内容もそんなに良くなかったんじゃないかなと思いますそしてたすきは3区8 5キロ区間です3年生の黒田選手が23分55秒区間3位となりました一押しの選手黒田選手の走り悪くはなかったんですけどただやっぱり引っ張る形となりました 創価大学がダントツトップにいた中で2位集団、自分で引っ張ってしまったというところで、まあ、引っ張らざるを得なかったっていうのが、まあ、あの立場、位置関係ではあったのかなと思います駒澤、まあ、大学を筆頭にライバル校がマークされた黒田選手、まあ、後ろから来た山川選手に負けたとはいえ区間順位も日本人2位ということではありましたのでただ、やっぱり安定感はありますよね。 順位も先頭に最終的には踊り出たということで役割は果たせたと思います本人の走りは納得いってないかもわからないんですけどただやっぱりトラックレースじゃないのででペースメーカーがいるわけじゃないのでそこでちぎるっていうのはやっぱ難しいですよねただ先頭に踊り出たというラストスパートさすがの黒田選手の形走りだったのかなと思います そして後半区間です4区は6 2キロ3年生の宇田川選手が17分58秒区間5位という結果となりました絆挑戦記録会のの走りの再現っっぽかったですね絆は記録はついてきましたけどやっぱりあの宇田川選手を絆挑戦記録が終わった後あの私が解説した時はやっぱり中間層がちょっと鍵となると話したんですけどその中間層でどうしても苦しくなってしまいましたやっっぱり競り競合いが生ままれてしまったので まあ意図したたペースででははななかかったのかなとは思うんですよねそこで駒澤大学の伊藤選手にも離されてしまった国学院大学後ろの国学院優勝した国学院の野中選手からも距離を詰められた悔しい悔しい結果となったんじゃないかなと思います駅伝として正直言うと流れはよくなかったしただラストねさすがのスパートを見せて帳尻合わせというかしっかり合わせてきた感じはあったかなと思いますただやっぱり順位も で先頭で助けもらったんですけども駒澤大学の伊藤選手に離されてしまったっていうところはあったかなと思いますそしてご区6 4 k ロ4年生の若林博樹選手が18分40秒の区間5位と結果となりましたまあちょっとこれで勝負あったなという結果となってしまったかなと思います若林選手もうちょっといけると思ったんですけどもまあ、内容がちょっと良くなかったですね自分で積極的に前にガツンといってしまった しかも引っ張り役となってしまって後半垂れるっていうことで一番良くないレースパターン原監督も正直怒ってるんじゃないかなっていうふうに思うのとこの走りをすると全日本でも使いづらい走りになってしまったなっていうふうには個人的には思います、うんまあ、昨年の全日本の1区も中間でパーンと抜け出してまあ終わってみれば秒差で1区助けを渡したんですけどまあちょっと良くなかったですねあの感じだと 語、まあ、弊がっちゃいけないんですよ無責任というか自分で仕掛けといて自分で後半垂れちゃうっていう一番やってはいけないような展開になってしまいました前半気持ちよく走れてたと思うんですけど後半離されすぎてしまったちょっと噛み合わない若林選手らしくないレースだったのかなと思いましたうんあの本当に安定感あるし長い距離、まあ、6.4km が長いかどうか分かんないんですけどトータルまとめるのはうまい選手だと思うんですけれども はまらないレースになってしまったかなと思います。そして、アンカーロック10.2キロ4年生太田葵選手が走り始めましたが、まあ、3位で助けもらって、前は駒沢の篠原選手、国学院の平林選手ともう正直横一線用意どんで走っても厳しい。相手が待っていた中で、まあ正直銅メダル左位を守る。走りに後半はなってしまったのかなと思います。それはまあ仕方ないと思いますけど、29分39秒区間3位。 それ以上にの、えー、と平林選手が弱、ね、すぎてしまったっていうのがあったかなと思います。ただ、太田選手出雲駅伝これまで過去3年間走れずにいましたから今回、走って銅メダルということで、まあ、悔しさもあると思うんですけれどもあの全日本、箱根につながると思います太田選手に限って言えば昨年以上にシーズン前半、ね、すごいいい形であの来てると思うんですよね。なので全日本も 昨年7区で区間賞争いに加われなかったですけどおそらく区間賞争いに加わるというふうに見てます、まあ、もちろん7区に平林清人選手が来ると厳しさもあるかもしれないですけど、まあ、ただ、太田選手の中では例年以上には走れたんじゃないかなと思いますということで今回の動画は本日出雲駅伝行われましたが2時間10分24秒銅メダル3着に入りました青山学院大学の結果を振り返らせていただきました まあやっぱり3冠を狙ってたっていうところで初戦を落とすともう3冠の権利はありませんからその悔しさっていうのは当然あるでしょうというところなんですけれどもまあただ青学らしさ後半しっかり最後まとめ上げて銅メダルメダルは守り抜いたまあそんな結果だったんじゃないかなというふうに思いますまあただやっぱり1区のスタートを見るとそのまま行って欲しかったなっていう気持ちもあるんですけどま良かった人悪かった人っていうのが 結構大きくね乖離してしまったそんな駅伝だったんじゃないでしょうか。